はい、というわけで今日はねこちらを作っていこうかなと思います。中身開けていきます。こんな感じになってますね、プラモデル。すごい数がね多いような感じしますけど、意外と結構シンプルな感じなんですよね。まあ作ってペイントしていくわけですけどね、いろいろ国旗エンブレムですね入ってますけど、一番は操縦席ね、そこからのまあ本体を組み上げていくわけです。意外と簡単に見えて簡単ではないですね。細かい部分がやっぱなかなか、はい、まあ、一応形としてはこんな感じになりました。まあそれぞれパーツあるんですけど、まあ、これは塗り終わってからねつけていこうかなと思います。ちょっとイメージしながら塗っていきます。おそらくね、これ2度塗りしないといけないかなと思います。なかなかねこの筆で一発でね決めるのが難しいんで、塗りムラとかねあるんで、とりあえずさーっと塗っていきます。またねこの組み立てるのもね楽しいんですけど、こうやってね塗っていくのもねすごいいいかなと。そのね、もう説明書通りに組み立てて、塗っていくのもいいんですけどね、まあねこっからがもう自分の世界というかね、自分の好きな色、別に青でもいいですしピンク色でもいいですし、もう本当にね絵のような感じで自分の好きなように塗れるのがこのプラモデルの、こういうプラモデルの楽しみの一つかなと思いますね。
黒と緑のラインが一番神経使うとこです。これがね綺麗にならないとやっぱりかっこよくないと。続いて白でございます。シール貼っていこうかなと思います。というわけで無事に完成いたしました、客地戦闘機ライデン、こんな感じでございます。やっぱね塗装難しいですね。もっとねこだわることできるんですけど、できるんですけど、テカリをねなくしたり、まあ写真のようにちょっとやってみました。ちょっと燃料タンクつけてないんですけど、まあこんな感じということになってます。まあ、結合部分とかその辺をねうまくそのハゲの部分とかを、ちょっと活かしてやってみました。こんな感じでございます。まあ簡単普通にやればすぐできるんですけど、やっぱり塗装にこだわると2時間ぐらいかかるかなと思うんですけど、あっという間でしたね。いい時間をね過ごせました本当に。ということで皆さんぜひ時間があったらまあ、なんかいろいろやってみてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません。失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。